よっしゃ、じゃあ出てみるか。ふぅ、よしっと。はい、というわけで今後も2001年からやってきた後藤巻15歳 VTuber V ゴマでーす。やっほー、やみんなすごいなー。てか未来もすごいんだよね。こんな感じでさ、みんなとコミュニケーションって取れるんだね。いやー、いい時代になったもんだなー。いや、ほんと私だってつい数日前まで2チャンネルの世界だよ。本当にこんなコメントいっぱい流れてるのなんて、いや本当にすごいなあ。いい時代だ。改めて私が何者かは、もう昨日ね、なんかすごいニュースみたいなのすっごい流れてたでしょ、あれ。私は後藤真希です。でも15歳の後藤真希なんですよ。多分ね、みんなはこっちの38歳のマキのこと知ってると思うから、何言ってんだみたいな感じで思うかもしれないんだけれど、私は2001年平成13年の後藤マキなんですよ。ごまきのギルドってチャンネルを見てもらうとわかるんだけど、私2001年にいたんだけど、なんか携帯に吸い込まれちゃったの。目が開いたら、なんか目覚めたらこんな感じになっててさ、猫のフードみたいなのかぶったりとかさ、なんか髪の毛もさ、なんか色変わってねみたいな感じになってたりとかさ、なんじゃこりゃって感じだったんだけど、なんかね、前の方にね光が見えたからそこに行ってみたんだよね。そしたらマキのスマホの中だったってわけなんだ。まあ詳しくはごまきのギルドをねチェックして、そしてまあついでにチャンネル登録してやってよって感じなんだよね。だから私は過去から来た後藤真希ってわけなんだよね。モームス時代、ああ、そういうこと。そう、15歳、平成13年。そうだよ、みんな、そう、わかった、理解早くて偉いとか。なんかすっごい人からすっごいのが届いてるみたいなんだよね今。どうしよう、大丈夫かな、流しちゃってもいいですか。行くよ、すっごい人からすっごいのが流れます。それではどうぞ。ヘイコンカナタ、キャッチコピーは握力50キロキュッキュッ握りつぶしちゃうの、ホロライブ4期生カナタこと天音カナタです。すいません、今ちょっとね、鼻風邪&喉風邪の、ダブル融合スーパーハイパー風邪をちょっと引いておりまして、声がね、いつも以上に終わってるんですけども、この思いを伝えたいということで、V ゴマちゃん、 V ゴマちゃん、デビューおめでとうございます。本当におめでとうございます。なんとですね、名指しでコラボしたいと言っていただいてから、もう早速こんなメッセージを送らせていただいていることにね、ちょっと世の中のスピードについていけていないような面もある僕でございますが、僕はですね、ホロライブという VTuber 事務所に所属している、VTuber でございまして、今年の12月でですね、4周年を迎えて、まあ、5年目に入っていくというね、まあ、ザ・中堅ぐらい の立ち位置にいるんですございますけれども、そのね、僕からしてみたら VTuber としては後輩になる、でも後藤真希さんって伝説のアイドルだよみたいな、もう頭パーンなってるんですけれども、V ゴマちゃんとはまたちょっと違った後藤真希さんとはほぼ1年ぐらい前に実はですね、ちょっと共演させていただいたことがありまして、まさかもう普通に忘れられてると思ってたんですけれども、本当にね、ありがとうございます。僕はもう根っから の, アイドルオタク、二次元女性アイドルオタクでして、 もちろん後藤真希さんのね、伝説的な活躍のことはもちろん存じ上げている上で、この何、平成と令和の
この会合ちょっとえらいこっちゃになっているなっていうのは感じるんですが、もう本当にね、V ゴマちゃんちゃんでいいんですか。デビューもおめでたいということで、もうぜひね、僕でよければ、まあ、コラボももちろんなんですけども、本当にいろんなね、なんか歌とかさ、歌えたらすごいいいなみたいな、歌僕も大好きなんでみたいな、まあまあ言うことはただという感じでですね、とにかく今回はお祝いのメッセージを送らせていただこうということで、こちらにね、寄せさせていただきました。これからの活動も応援しております。頑張ってください。え、終わった。今なんか頑張ってくださいのとこまで行ったんだけど、なんか途中で切れてる感じがしたけど、カナタソウはこれで合ってるのかな。いや、でもカナタソウ本当にいつかコラボしたいなーなんて思ってるけど、とにかくなんか私カナタソウの喋ってるの見てたら、なんか自分がすっごいなんか喋るの遅いのかなーなんて思ってきちゃったんだけど、これはカナタが早いのか、V ゴマが遅いのか、どっちなんだろうか。これはどっちなんだ。これもしかしてアーカイブ残るとしたら、みんななんか倍速とかかけて早口言葉みたいな感じで見たらちょうどいいみたいな感じになってたりとかするのかななんて思ったりしたんだけど、まあでも私はこんな感じなんですが、皆さん倍速とか好きにかけて早く見てみたりとかしてみてくださいね。というわけで、あまねかなたさんからね、素敵なメッセージいただきました。ありがとう。